はいどうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2をやってまいりましょう。というわけで、こちら X でコースリクエストをいただきました。ジャンプ、ジャンプ、ジャンジャン、ジャンプ。まあ、クリア率 2% ぐらいはありましたけれども、まあ、ひたすらジャンプしていく感じのコースだとは思うんですけど、まあ、クルンをして届くような、距離感じゃないので、まあ、普通にこうやっていけばいけるんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、ただクリア率が 2% ぐらいなんで、なんかちょっと難しいんかなっていう気はするんだけど、これをやっていくだけでクリアできるなら正直そんな難しいことは何もないかなとは思うんですけども、クリアができないと。ってなったらあとできることは、もうあとはこのベルトコンベアに乗る時間をちょっと長めにするっていう、このベルトコンベアからすぐにジャンプせずにちょっとだけ乗ってから、次の足場に乗り移るっていう、それ以外できることがないのかなっていう。だからこんぐらい乗る、こんぐらいしっかり乗るでどうですか。あ、OK だといけました。というわけでコースアイデア改めました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。地下でちょいむず P じゃん、かなり難しいかも。クリア率 0.18%。 いや、クリア率 0.18% はなかなかやばいんじゃないかという気はしますけれども、とりあえず P スイッチはまあ全押しというのが条件だそうでございますので、一つも押し損ねがあってはいけないという。まあまあ、ここら辺はまあ、おっと！ちょっと待ってよ。持たないっていうことを結構気にかけていった方がいいんじゃないのという。ここ一気に押しながら最後の方だけちょっと調整を入れつつやっていけば、で、Pスイッチの数的にはまあ、これでほぼほぼ半分ぐらいの感じなんで、まあまあ、折り返し来たぐらいと考えたら、今のところそんな 0.18% とかになるほどなのかと言われると、そんなに難しい印象はないけど、ここやばいね。ここの一マスのその隙間しかないのが、ちょっとやばいよね。オッケーオッケー、いけた。ちょっと今回間違って一個持っちゃってるのが、これが大丈夫なのかど、怖すぎ、怖すぎ。で、これ叩く。おーっと、なるほど。まあでも惜しいとこまで来たね。オッケー、二度目のここ来たよ。このふわふわのやつを踏んでいくの、ちょっと怖すぎるよね。トン、トン、トン、オッケー。で、端っこから丁寧に踏んでいこう。丁寧に。おそらく、慌てなければ、勝てる。オッケー。カロン三段、なんか違う。一回もダメージを受けないでゴール。なんかカロン三段、なんか違うというコースなんですけど。なるほどな、それを履いて脱ぎ捨てるってこと？でもタイトルに3段ってついてるってことはさ、これで3段ジャンプ、3段ジャンプになった、すごっ。で、あれ取るの？これで3段ジャンプだ、初めて知ったわ。で、これ届かんくない？でも。ってことは分かった、3段ジャンプ、1段目をここじゃなくて1、2、3段ジャンプにしていけみたいな、そういうことね。オッケーオッケー、さ、これでゴールでございましたと、やった。ゴールに絶対たどり着けない謎解きスピードラン。さ、なんかね、クリア率350分の0ぐらいの感じで、ここまでこのコース、クリア者が出てはいなかったんですけど、ゴールにたどり着けないスピードランというのは一体、ん？ここなんだ？おそらくこれは普通にこう飛んで、あの青い土管にとりあえず入れば OK なんかな。で、最終的に、ま、ここはまだ来れないから、ま、一回と、あれ？なんか出てくるじゃん。トゲメットが出てくるみたいなこと？え？え？もう積んでるね、じゃあ。もう進めるとこないもんね。え、この下って別になんもなかったよね。まあ、音符があって、バネがあってだけだから、そうだね。今んところ行けるところが、じゃあないね。え、何これ、どうすんの、じゃあ。で、一つヒントが、なんか、スタート地点のハテナがヒントですって書いてあったんですよ。だから、ヒントは、この左上のこれだとしたら、まあ、これだとしたら、どういう、なんかあるな、ドアが。やり直しようか、わかんないな。この左側のハテナブロックがヒントだとして、なんかそんなポイントある？その配置でハテナブロックとかが置かれている場所。ハテナブロックがそもそもないよね、このコース。まだここまでで。ん？あのヒントの意味を読み解かないことには、でも多分クリアはできないと思うんだけど。え、なんだこれ？どうすんだ？ここのさ、このマーク、このマークのとこなんかない？ここはただ単にヒップドロップに切り替えましょうねだけなんかな。今んとこちょっとあんまり意味は分かってないんだけども、とりあえず、トゲに囲まれてない土管。あ、そこあるな。ここの土管怪しくないか？この土管。ここ、入れないか、入れないか。ちょっとさ、ここ、よく考えたらさ、そこハテナブロックあるじゃないですか。ここなんじゃないか？あのスタート地点が示してるヒントは。だからここにあるんじゃない？なるほどね。なんかメットがありました。メット？メットか。え？メットで何？
隠しブロックがここに3つあるよっていう話だったよね。だからここのメットを取ってさ、この右の上のところのあの土管届くか、これで。ここ、あ、ここ入れるわ。まあ、ここしかもうないかなっていう気しますよね。さあ、こっからが一体、一旦 P を押してもらわないことには話になんねえけど、あの P どうやったら押してくれる？ OK、勢いよく行って、ここの大砲からパウが飛び出してきた。一応コイン取っとこうか。で、パウで、なんかもう一個持ってった方がいいですよみたいな、そんなことになりそうな気がするので、一回このパウも持っていきましょうか。上にオンオフスイッチがあるのがちらっと見えてましたね。で、何ですか一体。これもなんかと、いや、これワンチャン取んなくていい説あるな。で、なんだこれ。上行けないよね。これ何？これなんだこれ。あのボム兵がさ、だからさ、オンスイッチを切り替えてくれたらいいみたいな話だと思うんだけど、それ無理じゃないですか。あれ、これなんかもう積んでる臭いな。積んでんのかな。もう積んじゃってるんだろうね、多分ね。これで、わからんな。一回このパウを泳がせてみたところでなんか起きそうな感じもしないよね。でもかといって、そうだね、なんかもっと急いでなんか行かなきゃいけないのか。なんだろう。まあほんでめっちゃ急いで行く、めっちゃ急いで行っても場所変わらんな、別に。ん？あれで結局だからオンオフを切り替えてもらわない。あ、切り替わったわ。あ、急いで行ってちょっとだけ場所ずらしたらいけるんだ。オッケー。さあ、これでブラックパックンを倒すことができましたが、もう一個いる、などと言われましても、ちょっとこの見えるか見えんかぐらいのとこ置いといて、取りに帰れるようにしといてから自分は突っ込んでこうみたいな。これでどうかな。これで2個持っていけるんじゃないかなという感じはしますけど、オッケーオッケー。さ、これが正解かな。多分パウ一発で倒せる距離感ではないような気がしましたので、おそらくこれが正解なんじゃないか。そう、ギリギリ、そう、見えないもんね、右のやつだから。一発で2体倒すのは無理なんで、多分このやり方が正解だとは思われる。怖いな、怖いな。大丈夫か。やった、トゲメットがもらえた。トゲメットもらって表に帰ったところでなんだよ。鍵がないんだよ、まだ。鍵がいるっぽいもんね。さ、これってどこに繋がってんの。なんか知らんとこ来たな。この辺に隠されたりはしてない。さ、これでドアには行けました。なるほど、帰ってきたね。帰ってきたのはいいけども、鍵がないと進めないね、最終的には。そしてここなんかオンオフを切り替えてもらえなくなっている。でこっからのこうで、まあ、最終的にはここぶっ壊してなんだろうけどもだね。ってなったらもう持ってるとしたらこいつか。オッケー、ビンゴ来ました。さ、これをじゃあ取ってから行けばいいのかな。これ1周目とさ同じ進み方だと、なるほどね、これでいけるんか。ここドッスンが切り替えてくれないので、自力でこう行くしかないというお話に変わっちゃってて、これはもうあとはいけましたかね。さあ、これで鍵ドアに入って、あとはもうトゲメットかぶってるんで、最悪ダメージを一発食らいながらでもいけるというお話でございました。やった